1月10日火曜日です。今日も晴れてはいますが、北風が時たま強く吹き、キンキンに冷え込んでいます。地デジ11チャンネルの地域情報番組、地元応援つながるニュース、元気に始まります。改めまして、始まりました地元応援つながるニュース。各放送エリアの地域のスポットをキーステーションにしてお届けしています。月曜日から金曜日まで日替わりのキーステーション。今日火曜日はサブカルチャーの聖地中野区からということで、中野ブロードウェイをキーステーションにお届けしていきます。そして今年も毎週火曜日の担当は山口真奈です。本年もよろしくお願いします。さて、年が明けたこの中野区ブロードウェイ、駅から見ると、反対側の出入り口の場所なんですが、やっぱりね、今日もたくさんの方が行き交われていますね。ただもう皆さんしっかり防寒対策もされてますね。え、今夜も冷え込みますので、そして空気も乾燥していますので、まあ、火の取り扱いはもちろん、喉の乾燥などでね、体調崩さないようにもしっかりと気をつけていきましょう。さて、この、今日から1個遡りまして、昨日なんですけれども、昨日は成人年齢が18歳に引き下げられて初めての成人の日でしたね。で、ほとんどの自治体では20歳に限定した式典が行われました。中野区でも今年閉館になる中野サンプラザでマスクの着用や式典を2回に分けて行うなど、新型コロナの感染対策をしっかりと取った上で、今年度20歳になる人たちの門出を祝う式典が行われました。式典にはおよそ1200人が参加したとのことです。本当、昨日街を歩いてても振袖の方がたくさんいらっしゃって、やっぱりこう意識していなくても、あ、そっか、成人の日かと思って見ると、こっちまで心がこう華やかに、そしてちょっとね、当時を自分も思い返して初心に戻った気持ちで、改めて頑張って今年もやっていこうという気持ちにもなりました。昨日成人の日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。さて、この番組の放送エリアは港区、新宿区、杉並区、中野区の4つです。放送は月曜日から金曜日までの夕方6時が初回放送で、再放送はご覧の通りです。また JCOM の地域情報アプリドローカルでも配信しています。こちらもぜひご活用ください。それでは今日のラインナップです。地域の気になる情報を紹介する深掘りトークのコーナーでは、中野区内で行われている毎年恒例の新春の飾り展についてお話を伺います。そして地域のニュースは放送エリアの港区と中野区の話題をお届けします。